ジョセフ・フランシス・ダンフォード・ジュニアは、アメリカ海兵隊の軍人。階級は、海兵隊大将、第19代アメリカ統合参謀本部議長。第36代アメリカ海兵隊総司令官。海兵隊総司令官に上る以前は、国際治安支援部隊司令官を務めていた。また彼は、2003年のイラク戦争時に、第5海兵連隊などの指揮を取った。アメリカ上院は、 2015年7月29日にダンホード大将が第19代のアメリカ統合参謀本部議長に就任することを承認し2015年10月1日にアメリカ軍最高位の軍人となった。ダンホードは1955年12月8日にマサチューセッツ州ボストンで生まれクインシーで育った。彼は アイルランド系アメリカ人で熱心なカトリック教徒であった。彼は1973年にボストンカレッジ高等学校を卒業し、ついで1977年にセントマイケルズ大学を卒業した。大学を卒業した月に士官としてアメリカ海兵隊に入隊した。入隊後、アメリカ陸軍大学とアメリカ陸軍レンジャー学校、アメリカ陸軍空挺学校、 アメリカ海兵隊式爆僚大学水陸機動船学校を卒業した。彼はジョージタウン大学より行政学の学術修士をフ仏、大学のフレッチャー法律外交大学院により国際関係論の学術修士学位をそれぞれ受けている。2015年5月5日、バラク・オバマ大統領は次の統合参謀本部議長にダンフォードを指名した。その後、 上院がダンフォードの議長就任について同意し、これを受けて9月25日にマーティン・デンプシー陸軍大将から職務を引き継ぎ、10月1日に正式に議長に就任した。彼の議長就任により、ダンフォードは海兵隊員として初めて海兵隊副司令官、海兵隊総司令官、統合参謀本部議長を歴任することになった。また、副議長には、 アメリカ輸送軍司令官のポール・セルバ空軍大将が就任した。2015年11月4日、訪日。キャロライン・ケネディ中日米国大使と共に、安倍晋三首相を表敬訪問した。2018年12月8日、ドナルド・トランプ大統領は、ダンフォードの解任と公認に、マーク・ミリー・リック軍参謀総長を当てる人事を、ツイッターで発表した。 ダンフォードの任期は2019年10月までとなっていたが繰り上げられることとなった。2020年11月、朝日大受賞受賞。ダンフォード大賞が受けた勲章等は次の通りである。ありがとうございます。